なんかもう本当にこうなんか肩身が始まります。あ、これがあれだな、メールだな。はい、メールの方ですね。なんかどれもこれもちょっと。すみませんね、この辺に置いときますね。ありがとうございます。お構いなく召し上がってください。暑いところご苦労様でした。ケースがすごいんだな。はい、ケースがございます。これいろいろなんか石川さんに今となったらもうできないですね。あ、本当なんですね。ほとんどこれあのケース使ってないので、はい、ほぼほぼ新品のはずです。わかりました。はい、たぶん、あれは家で聞いてるあれだから、冬なんだよね。外では全然使ってないので、はい。アップルのコンディションも大丈夫。あとで俺が細かくチェックする。はい、僕は端っこチェックでお願いします。はい、はい、はい、はい。はい。かっこいいな、このケース。これですよ。黒子です。しまった。これが、グラジニア。ちゃん高いですね。きっともったいないっちゃもったいないですからね。はい、さっき言いました。これ、しかもこれあれか、ロゴ造形だ。はい、アイボリーですね。先生に言っていただいてです。これコースターね。はい、よろしくお願いします。最初目ですか。横山デビュー作ですね。ちょっと派手派手にしたやつです、ね。あ、そうか、これインレイが入ってるんだよ。ポジションマーク、ポジションマーク入れたやつですね、最初に。ね、さすがに。はい、カマピロはやっぱ違いますね。カマちゃんは違います。なんかちょっとなんか薄巻き模様がいいって言って言ってたの覚えてる。はい。あとはクリーニングしてやれば大丈夫。コアか。はい、コアですね。天神堂、これと、あとミニとも。サイドポートつけて、はい、はい、センター。これは多分マホの 3P ですね。アクアティンバマホの 3P だと思う。なるほど、きっとそうに違います、はい。じゃあ全部預かって、まあクリーニングして玄関投げたんだね、これみんなね。玄関みんな死んでおるの。じゃあまあせっかくだから大事に使っていただける方に手に入れてもらえれば嬉しいなという意味ですよね。そうですね、わかりました。